こんにちは、カラーズです。今日は音の取り方の豆知識についてご紹介したいと思います。今この私が話している声っていうのはこのマイクを通してカメラに送ってカメラで動画と一緒に記録しているわけなんですけれども、このように話す人の話す言葉っていうのはやっぱりピンマイクをつけないとちょっと聞き取りづらいんですね。なので、テレビのバラエティとか見てると みんな役者さんにここマイクついてると思うんですけど、あんな感じで音を動画と一緒に収録してます。でちょっと思い出してほしいんですけれども、皆さんドラマとか見られると思いますけど、ドラマの役者さんってマイクついてないですよね。でそれでどうやってあんなに綺麗に音が取れているのだろうかをちょっとお話したいと思います。はい。でメイキング映像とかでなんていうかこういうなんていうんですか、こんなでかいマイクを役者さんの上に顔の上にこう向けて撮ってるシーンとかたまに見たことあると思うんですけれども、もちろんあれでも音は撮ってます。ただそれだけじゃなくて実はピンマイクをつけてるっていうことがあります。もちろん現場によってこれは違うので、私が経験してきた現場ではだったんですけれども、役者さんの洋服の中ですね、洋服の中に隠しマイクっていうんですけど、隠しマイクをつけて音を取って、で、上から垂らしているマイクでも声を取っているっていう感じになります。その隠しマイクって実は意外と簡単にできるんですね。なので例えば YouTube の番組の中でこんな感じで大っぴらにマイクを見せたくないけれども音はちゃんと取りたいっていう時とかにぜひ役立てていただければと思います。はい、の隠しマイクの付け方簡単なのでちょっとやってみたいと思います。まず用意するのは、はい、マイクとこちらガムテープです。布のガムテープですね。これだけあれば隠しマイク簡単にできます。はい、早速やってみたいと思います。まずこのマイクの、はい、この辺のスポンジだったりクリップをまず外します。よいしょ。はい、こんな感じです。で今回ご紹介するやり方なんですけど、こういう感じのちょっと細長いマイク、なおかつマイクの口っていうんですか、口が上にあるものでしか使えないのでご注意いただければと思います。はい、まずこんな感じで向いて置いておきます。はい、そしてこのガムテープですね、ガムテープをちょっと取ったらこんな感じで、はい、三角形にします。でひょいと、はい、三角形を作っていきます。よいしょ。これを4回くらい繰り返します。はい、こんな感じですね。よし。で切って、よし、はい、ちょっと汚いですけどこんな感じになります。で、さっきほど剥いたこちらですね、マイクをここにこう挟んでいく感じなんですね。はい、で挟む時のポイントなんですけど、このマイクのここの先端の部分をガムテープのここですね、わかるかな、ここに合わせて貼っつけます。で半分に折る。はい、これで完成です。で両方粘着、両面テープみたいななってるので、これを服の中から上着から見えないあたりの位置に貼っつけます。はい、これだけで隠しマイク完成です。今このマイクはついてますけど、今先ほどつけたマイクは見えてない状態だと思います。
で、なんでこれこのいつもの状態で服の中からつけちゃダメかっていうと、動くときに服が擦れてカサ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 言う音が入っちゃうんですね。でもこれで周りをコーティングすることでそのカサカサ音がだいぶ緩和できるっていうわけです。で、例えばこの粘着力だけだと落っこっちゃうか不安だなっていうときは、この上からさらにガムテープで、まあ、ここに貼ってガムテープでこう貼ってあげる、服の中ですけど、はい、そうすることでだいぶ安定もするようになります。で、今布のガムテープでこれやってるんですけど、私的には布のガムテープが一番おすすめです。なぜかというと、一回紙のガムテープでもやったことあるんですけど、剥がす時にこのマイクのところにその紙のガムテープがめちゃくちゃ残っちゃって、取るのが掃除するのがすごく大変だったので、やるなら布のガムテープでやるのが良いと思います。ちなみに、マイクいろいろ種類があります。ピンマイクも、でこの細長いマイクでも、ここでこのマイクはここからこう音を拾うタイプなんですけど、この両サイドから音を拾うタイプのマイクもあります。で、先端からこうやって音を拾うタイプのマイクはこうつけても問題ないんですけど、サイドとか周りから拾うタイプのマイクだと、これつけちゃうと音がこもった感じになってしまうので、これはやらない方が良いと思います。いかがでしたでしょうか。私の場合はなんですけど、例えばドキュメンタリーのインタビューの時とか、会社案内のインタビュー、そういう時に隠しマイクを最近ではよく使っております。皆さんも YouTube の番組制作もそうですけれども、その他の番組制作の時にマイクあんまり見せたくないなっていうことがありましたら、隠しマイクをぜひお試しいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。